をしたんですが、まあ、今日朝皆さん自身の方が来ていただいて本当にありがとうございました。で実は第5回目の実践での講座ということで、その辺までお世話になった田辺市熊野ツーリズムビューローの会長と、あとは、まあ、毎度毎度の大沢先生大沢先生に来ていただきまして、今日は講座の中で DMC ということの一つの成功事例というか、継続的にやられている事例を見ていきましょうということで、進めさせていきたいと思います。ただ、ちょっとプロフィールの方は、資料の中の方に入っていますので、ちょっと時間の都合もありますので、ちょっと割愛させていただきまして、それでは早速、講座の中の方に入っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。いや、改めまして皆さん、おはようございます。おはようございます。今日はちょっと長丁場で午前中3時間、午後3時間ということで、まあ、DMO をこれから皆さんが実現していくにあたってどういうことが必要なのかという、まあ、事例を交えての講座になります。それで、まあ、去年本当に1年前なんですけど、11月の20日ぐらいに田辺に行って、でお聞きになったビルローの話っていうのをもう一回詳しく説明していく。まあ、1年前 DMO って何っていう話だのような話だったんですけども、今年聞くと、また1年後に聞くと非常によく分かるという部分が多々あると思います。でそんなわけで今日は多田さんの話がメインなんでですね、多田さんの話に1回いきなり始めたいんですけどもですね、場を温めるために前座をやれということで、ちょっと前座をやらせていただきます。でっていうのも、まあ、ビューローができてからどういう活動をしてきたかということは、多田さんの方からこれから説明をしていただくんですけども、おそらく福島県の様子とかもいろんなところでちょっと呼ばれてお話をしながら見ていると、これからビューローを作るための雰囲気を盛り上げていくためにまず何をしなくちゃいけないのかっていうところで困ってる例というのが結構あって、でビューローを作ってからの話は簡単なんだけども、そこまでどうやってたどり着いたらいいのっていうのが結構悩みとしてあるのかなというふうに私自身は思いました。そこでですね、田辺の場合にはビューローができるまでどういう歩みをしていったのかっていうことをですね、私の方から話をさせていただきます。でその時にお手元にあると思うんですけども、実はビューローを作るっていう計画書がこれでして、田辺市観光アクションプランというやつです。で後で言いますけども、これ10年前に作ったプランで、大学で作ったアクションプランなんですけども、これ結構苦労して作ったんですよ。で今回お話しするので改めて10年前に作ったやつを見たんですけどもですね、すっごいよくできてる。もうなんか10年前に作ったと思えないぐらいよくできていて、自画自賛しますですね。でどういう点がよくできてるのかって話はまたお話をさせていただくんですけども、おそらく皆さんのところでもこういうプランを作りながら、また DMO の基本計画を練りながら作っていくことになると思うんですが、その時に、まあ、どういったことをやるのかっていうことです。昨日ちょっと田田さんと前夜祭をやっていて、お話を聞いたら、これをほとんど読んだことがないということが発覚したんですけども、実はそれは全然問題ではなくて、田田さんの場合にはこれをもう肌身で感じているというか、むしろその田田さんがどういう思いを持っていたかっていうのを私が書いたということなので、別に改めて読んでいただく必要はなかったわけですけれども、まあ、こういうのを作ることによって地域内でどういう観光をこれからやっていくのかっていうことを知らしめるっていうですね、まあ、私と田田さんだったら話をしていればどういう観光になるかってことは分かるんですけれども、ただ地域の方々はその場にいないんで、こういう計画書に書いて読んでいただくしかないわけです。そこで、まあ、これを作って、でどういう観光をやるのかということをやっていた。でそのプロセスの中でどういうことを気をつけてやっていたかということをちょっと最初にお話をしていきます。そこで前回の復習なんですけども、まず DMO というのはどういう組織かということです。まあ、要は簡単に言えばこういう組織なんですね。つまり地域のネタをこれから観光に使っていくときに、このネタを生かしていくための仕組みっていうのが、これがまあ DMO の最大のミッションです。でこのネタを使っていくために、地域のネタを使うためには、もちろん地域のネタの提供者ですね、この人たちと手を組んでいかないといけない。
で、さらにそれに地域の観光資源、まあ、既存の宿泊であるとかいろんな観光資源を組み合わせて、で、地域内で連携をしていくということですね。ネタを掘り起こすために地域内にいろんな連携の輪を作っていくというのが、これがまず最初のステップになります。で、これが、まあ、あの地域観光まちづくりといわれるもので、そのための地域づくりの技術、この技術がどうしても必要になってくるということです。で、もう一つは、作ったならばやっぱりお客さん呼ばないといけないんでですね、きちんと地元の方からお客さんを呼んでいく。まあ、到着地の側からお客さんを呼ぶんで着地型というふうに言われるんですけども、発地じゃなくて着地の場合ですね、まあ、皆さんの側からお客さんを呼ぶという、この仕組みを作っていかないといけない。まあ、具体的な集客ルートを作って、でお客さんに働きかけるプロモーションをかけていくということへ、これがまあ集客の技術でですね、この効果的な集客方法を探してプロモーションをかけるというこの集客の技術が必要になります。で、この2つをやるのが DMO ということです。で、実は DMO、DMO って言ってることの意味というのは、まあ、これをやるような組織を作ってくださいということなんですけれども、やるべきことはこれなんですが、実はもう一つのメッセージが組織という点にあります。今までこういうのっていうのは属人的な要素が非常に強くて、あの人がいたからできたよねっていうパターンが多かったんですけども、それではもうですね、次のステップに進めないんで、組織としてこういうノウハウを集積する場所を作ってくださいというのがもう一つの DMO の意味です。でですね、まあ、要するに人が変わっても引き続きできるような体制を作っていくということが必要になってきます。で、まあ、こういうことをやっていくわけですから、まあ、要は DMO というのは分かりやすく言えば、こういう今までの観光に必要なかった2つの技術ですね、地域の人たちを巻き込んでいくというデスティネーションのマネジメントの技術と、もう1つは地域の側から集客をしていく、まあ、デスティネーションの側からのマーケティングの技術、この2つをですね、やっていくのが DMO です。これを組織的にできるのが DMO の役割ということになっていくわけです。ですから、さっきのあれで言うと、こちら側がマネジメントです。で、マネジメントというのは簡単に言えば、地域のネタを掘り起こして、地域の人たちを巻き込んで商品化する。まあ、観光に使える状態まで持っていくというのがマネジメントの技術ですし、さらにはですね、これがマーケティングは、この地域の側から集客ルートにおけてお客さんにプロモーションをかけて来てもらう。これがですね、もう一つの DMO のですね、M ですね、マーケティングの方ということになります。ね、前にも言ったかもしれませんけど、DMO のマニュアルがあるんですけども、これが使えないマニュアルでしてね、マネジメントの意味っていうのをですね、なんか組織マネジメントみたいな意味に書いてあるんですけども、違います。マネジメントするのは地域資源です。で、この地域資源を観光に使えるようにマネジメントするというのが大事な機能になりますし、マーケティングに関しても DMO のマニュアルではプロモーションやるというふうに書いてあるんですが、後で田田さんの話を聞いてもらうと分かる通り、大事なのは実はこれなんですね。地域に合った集客ルートを組み立てる、どのルートでお客さんを呼ぶかという、このルートを組み立てるということが大事です。旅行会社と組むのか、ウェブで集客するのか、自分らで営業マンかけて営業していくのか、そういう自分らの地域に合った集客ルートを組み立てるというのが、実はミソになるということです。で、ですね、ですから、まあ、売れる状態にするためにはですね、このマーケティングの4つの B というのが必要になってくるんですけども、この4つの B、つまり地域を巻き込んでプロダクトを作る、まあ、今までになかったようなその製品を作っていく、ね、旅行商品を作る、でそれに対してきちんと値付けができる状態にしていったならば、次にプレイスですね、売り場所を考えるということです。お客さんを集めてくる場所、どこで集めてくるのっていうことと、あとは地域の側から効果的なプロモーション方法を考えていくという、まあ、これを組み立てていくと DMO になるということなんですね。で、やることはですから非常にシンプルでしてですね、ですがそんなに難しい話ではないんですけども、実は DMO の難しさというのはどこにあるかというと、何をやるかじゃなくて実はこれなんですね。誰がどうやってやるのかという点が、ここが最大のポイントになります。で、さっき言った通り、やることというのはこれだけなんですよ。ネタを掘り起こして人を巻き込んでネットワークを作っていくというですね、これが一つ目のマネジメントですし、もう一つは効果的な集客ルートを開発してプロモーションをかけるというのが、これがもう一つの M になります。ですからやることは非常にシンプルなんですけども、難しいのは誰がどうやってやるかっていうことなんですね。で、これ人を巻き込んでって簡単に言いますけども、巻き込むためにはちゃんと仕組みがいります。よくですね、 DMO を作ってやりたいんだけど、どうやって巻き込んだらいいかわからないっていう方も多いですし、ここでやっぱりつまずく方が多い、つまずく地域が多いんですけれども、やはりここは
どうやって巻き込むのかっていうちゃんとした仕掛けをしていかないといけない。でさらにはマーケティングをやっていくためには、マーケティングっていうのは仮説を立てて、でですね、検証していくっていうプロセス、 PDCA のサイクルを回して、でですね、上がる精度を上げていくっていうのがマーケティングのプロセスです。いきなり最初からプロモーションをかけて客は来ませんので、いろんなトライアルをやりながらそのノウハウを集積していくというのがマーケティングなんで、これはちゃんと持続的にそういった検証をやっていくための仕組みが必要になります。つまり、ね、この人を巻き込んでいくための仕掛けと、さらには継続的にこういうマーケティングをやっていくための仕組みが必要になっているということです。しかもこれが行政主導ではできないということですね。民間でやらなければなりません。なんでかっていうと、地域資源の持ち手は民間なんで、民間がその気になってもらわないとできません。でなおかつマーケティングというのは、これは行政の仕事じゃありません。行政はマーケットで勝負する存在じゃないんで、むしろマーケットで解決できない問題を解決するのが行政なんで、ね、最近行政がもう何でもかんでもやるんで、行政がなんかお客連れてくるまでのまで行政の仕事だみたいに思われてますけど、行政ってそういうの一番苦手な存在なんで、これを民間で作っていくということが大事になるということです。こうなるといきなりハードルが高くなるんですね。やることは簡単なんですけど、民間が主導しながら巻き込んでいく仕掛けとですね、マーケティングをやっていくための仕組みを作るというのが、ここが DMO のポイントになってくるということです。ですから裏返して言うと、行政主導のトップダウンではこういった仕事っていうのはできません。やってみたら分かりますけれども、まず無理ですですね。なぜかというと、行政の言うことを聞いてマーケットで当てた人なんかいないですよですね。要するに行政の担当者なんてマーケットのことを分かっている人なんかいませんので、そういう行政からのトップダウンでマーケティングはできませんし、行政がの顧客なんでできないということは、コンサルに外注してもできませんですね。で、私これ中身はともかくとして、10年前に作った時にすごく自分を褒めてあげたいのは、コンサルまがいのことをやったんですけれども、外部の事例を一切見ませんでした。要するによそでどういうアクションプランを作ってるとか、または普通のコンサルさんだとどうやって作るのかということを一切見ずに作ったということです。要するに答えは地域の中にしかないんですよ。田辺にあった資源、田辺の資源はどうやって使うのっていうのは、田辺にしか答えがありませんし、田辺にあったプロモーションのやり方とか、田辺にあった集客の方法ってどうやるのっていうのは、これは地域にしか答えがなかったんでですね、地域の中で探しました。でですね、そういうことをやらないといけないんで、コンサルに外注してやってしまうとですね、DMO はまずうまくいきません。で、どことは言いませんけども、私もとある地域で今 DMO の、作成のお手伝いしてるんですよ。で、行政担当者が自分らでできないと気づいたんでしょうね。コンサルさん入れて5000万、ね、すごい金ですよ。5000万使ってやってるんですけど、全く使い物にならないんですよ。ね、本当に無駄な金を釣っててやる。でですね、このままいったらまずいから、私に仕切らせてくれるっていうふうに言って、そのコンサルにねじ込んでですね、で、私のワークショップやるから金出せっていうふうに言ったらですね、その数千分の1を私にくれましたですね。もう本当にやってることの8割方は私が勧めてるのにですね、私に来てる金はそのうちの1000分の1ぐらいですですね。びっくりしちゃうんですけどね。でですね、騙されちゃいけません。DMO ってことでコンサルがいろんなところに入ってますけども、彼らは悪くはないですよ。いろんなことを教えてはくれますけれども、さっき言った通りです。答えは地域にしかないんで、やはり地域の側をですね、手厚く見ていかないと答えが見つからないということです。で、実際田辺でもですね、本当に真面目にやらせてもらいました。これは普通コンサルだったらここまでやらないよなっていうぐらいやって作ったんですけども、それくらいでやっぱり根性が必要ですし、地域の側でそういうことをやってくれる人がどうしても必要なんだということなんですね。ですから安易に行政任せにしたり、または行政が安易にコンサル任せにしたりすると DMO というのはうまくいかないんでですね、地域の中でこういった仕掛けと仕組みを考えていけるということが必要になります。で、田辺の場合、じゃあどうやってやっていたのかっていうことなんですけれども、田辺市ですね、去年行った時に見ていただいた通りなんですけれども、こんな町です、ね、すごくいびつな形をして、手裏剣型をしてるんですけども、なんで手裏剣型をしてるかっていうと、合併したからです。でですね、ご市町村が合併したんですけども、旧の田辺市というのはこの海側のこのエリアだけ。ですね、であとは山側の4つのです、ね、町を合併してです、ね、今の田辺市になったんですけれども、でです、ね、その時に田辺市というのはです、ね、熊野本宮がある本宮町というのをです、ね、中にです、ね、持つことになったわけです。
です。そこでですね、この本宮町というのが実は熊野古道の全ての終着点でして、まあ、去年皆さんに行っていただいたの世界遺産センターがあったのがこの本宮町です。でですね、ここを手に入れたんで、田辺はどうやって観光をやるのかということにすごくですね、悩むことになるんですね。っていうのは、これ田辺市というのはここだけ、旧田辺市のここだけのエリアなんですけれども、で面積が何らかですかね、7、8万円だったんですかね、合併して。ですけど、面積がすごく大きくなったんですけども、人口は7万から8万になったということで、まあ、この山側のエリアというのは本当にスカスカのエリアなんですよ。ですから、水道にしても教育にしても、すべてのですね、行政サービスというのを全部田辺のスタンダードに合わせたんですけれども、実は観光だけは合わせられなかったんですよ。なんでかというと、田辺は観光をやったことがなかったんですね。でですね、2000年の時点で観光係でした、田辺市にあったのは。でですね、周りは龍神村とか、また本宮町にしても温泉観光地で、まあ、観光で持ってきたような場所なわけです。ですから、そんな周りの方が観光では先を行っている中で、田辺市としてどうやってこれから観光を市として取り組んでいくのかということが全然わからなかったんで、そこで大学にお鉢が回ってきて、大学でプランを作ることになったんですけれども、こんな田辺市ですね、どういう歩みをしてきたのかというと、おそらく福島でも同じだと思うんですが、そもそもですね、1980年代までというのは行政は観光にタッチしたことがなかったんですよ。ね、でこれは福島でも同じだと思います。行政は観光というものに手を出したという経験が80年代までは全くないんですね。ある福島の温泉の主人が言ってましたけども、 要はね、観光というのは水商売の親玉なんだ、ね、でその水商売の親玉に行政が手を出すということは今まではなかったというふうに言ってましたけども、確かにそうかもしれません。でですね、いろんなところで和歌山でも観光地で町景を見せてもらったんですけども、その町景ですらですね、白浜町の町景見たんですけど、白浜町ですら町景に観光のことは書いてませんでしたですね。そんな状態だったんですけども、これが80年代末からにわかに行政が観光に手を出すようになるんですよ。それは何でかというと、バブルの頃にいわゆるリゾートブームというのがですね、そこ です、ね、行政が規制を外さないとリゾート法の指定が受けられないので、ここで行政は観光に手を出すんですよ。で、田辺も同じで、この時に実はです、ね、田辺はさっき言ったです、ね、この地図でいうと、ここが田辺なんですけれども、このすぐ南が白浜なんだろうと、ポコッと出っ張った観光のところが。でここのです、ね、田辺と白浜に囲われたところが田辺湾というんですけども、この田辺湾にリゾート構造が持ち上がります。でですね、なんていうんですか、丸紅がここに投資をして、で1000億です、ね、投資して巨大リゾート開発をするということ で実際に青写真まで出来上がってホテルが建ったんですよ。でホテルが建ったところでバブルが弾けましてね、バブルの近未来のようにポツンとホテルだけが建っているというのが去年皆さんに泊まっていただいたホテルなんですけどね。ハーベストインというのは本当はあそこが埋め尽くすぐらいリゾート開発が進むはずだったんですけども、91年に丸紅と締結をしてです、ね、92年にすぐにもう丸紅は撤退してますですね。もうしまったと思ったんでしょうね。 ですね、すぐに弾けて、でこの後全国的にそうなんですけれども、実は民間の投資資金が引いていくん ですね、行政がその肩代わりをして観光を支えるという時代が90年代に続いていきます。これがですね、道の駅を作ったり温泉施設を作ったりということで、行政がどっぷりと観光にはまっていったというのがこの90年代で、和歌山でも同じようにこの90年代はですね、行政初の観光施設のラッシュになります。で田辺にも今でもすごい数の行政系の観光施設っていうのが残されています。これが赤になってその後苦しむことになるんですけれども、陶芸古道館とかですね、美術館まであるんですよ。熊野古道美術館っていうのもありますし、あとはなんとか体験施設とかですね、あと道の駅ももちろんありますし、そんなやつが腐るくらいこの90年代に作られていったんですけれども、今言った通りですね、2000年以降にこれが一気にダメになります。で皆さんのところでもそうだと思うんですけども、この行政系の観光施設は90年代に作られて、和歌山に調べてみたら80年代90年代で2000年代と行政系の観光施設がいつオープンしたか、オープンした年代で調べてみるとこうなるんですよ。
ですね。本当に90年代もうデコの杓子もどこの市町村でも作ったんですけども、2000年以降急速に作られなくなります。なんで作られなくなるかっていうと、言わずと知れたことでですね、赤になってるんですよ、みんな。で、この和歌山の行政系の観光施設を調べた時にも電話で調査をして、最後に赤ですか黒ですかって一番言いにくいことを聞いたんですけれども、その時に黒ですって言ったところは一個もありませんでした。一個もないんですよ、本当にないんですよですね。要するに全て赤になっていて、あの普通の行政の会計から補填しながらじゃないと運営できなくなっているんですが、ただしこれもいつまでも続けていくわけにいかないということで、2000年にもう一回潮目が変わります。で、2000年に潮目が変わる前に実は和歌山でもきっかけがあったんですね。それが何かというと、1999年に南紀熊野体験博というのが開かれて、これはジャパンエキスポの認定を受けたあの国内博覧会だったんですけども、実はこれが画期的なイベントだったんですね。っていうのはこれオープンパビリオン構想っていうやつで、要するにですね、パビリオンを作って囲い込まない、で避難エリアですね、和歌山の南の地域を全部パビリオンに見立てて、そこで和歌山のベタなものを体験イベントとして160集めて提供するっていうのをやった全国最初のイベントだったんですよ。あの今日午後から聞いていただく音楽のもっと金かかった拡大バージョンですですね。あの多分音楽とかはこの手法を真似てるんですけれどもですね、これをやりました。で、数をかけてやったんですけれども、で、この時にこの南紀熊野体験博というのはあの3つ柱があったんですね。一つは何かというと、パビリオンを作らないって言ったんですが、やっぱり博覧会やのにパビリオンがないと閉まらないよねということで、一応しょぼいパビリオンを作った、これが一つ目の柱です。で、2つ目が100万人の熊野古道、あ、熊野詣ということで、熊野古道ウォークをすごい絨毯爆撃のように仕掛けて100万人 の熊野古道ウォークをやったというのがありました。で、もう一つがさっき言った体験イベントってやつで、160ぐらいの地域ネタ、本当にベタネタです。あの備長炭の炭焼き体験とかですね、あとはお庭でキャンプとかですね、あとは廃校を利用してみんなで2泊3日であのですね、なんかあの遊ぼうとかですね、あのあとすごかったのが滝巡りってやつですね。あの素人じゃいけない滝巡りってやつで、ここまで水に浸かってこう滝壺をこうやってあの回っていくような滝巡りとかですね、あの本当にベタネタを使ったやつを160集めて、でこれを展開したということがあったんですが、でその中で後に残る体験という、一番後に残る重要なイベントになったのは熊野詣でして、熊野古道への注目がこの時にすごく高まるんですね。で、和歌山はこの時からですね、徐々にやっぱり祈願の魅力、ありのままの魅力を使わないといけないよねっていう雰囲気が盛り上がってきてる中で、2004年熊野古道が世界遺産に登録されるということになって、でですね、2005年に田辺が合併するということで、さっきの話になったわけです。じゃあこれからどうするのって言った時に、どうやっていいかわからないんでですね、この田辺市にから大学に委託がありまして、この2005年に田辺市の広域観光ビジョンというのを作って、2005年にアクションプランを作ったと、いずれもですね、あの随形で大学にいただきましたですね、結構な値段をいただいたんですけれどもですね、作ってっていうことでですね、受けて作ったのがこれです。でですね、一応大学の先生でプロジェクトチームを作ったんですけれども、あの3分の2ぐらいは私が書きましたですね。で、あの実際に作る作業もかなりあの手をかけてやりました。で、その時にですね、私この観光プランを作って、で2006年にこのプランに基づいたかどうかは別として、まあ、ビューローができるということになって、まあこれ後の話は田田さんに後で後半で引き継いであのお話を聞いていただくんですけれども、でこの時にあの私観光プランを作ったって、これね3つ目だったんですよ。で、本格的に行政からの委託で観光プランを作ったって3つ目でした。で、2つ作ってみて感じたことっていうのは何かというと、観光プランってほとんど実効性がないってことに気づいたんですね。で、観光プランというのは、まあ、できた時点で役場の本棚の飾りが1個増えるぐらいのレベルです。で、ですね、あの読んだことがあるという人はまず当たらない、あの見当たらないということになります。で、ほとんど書いてあることは絵に描いた文字にしかなりません。で、なんでそうなんだろうっていうふうに思ったときにですね、要はこういうことなんですよ。観光プランというのは何をするかばっかり書いてあるんですね。こんなことやります、あんなことやりますっていうふうに書いてあるんですけども、一番肝心なのは実は誰がどうやってやるかっていうことなんですけど、これが書いてないんですよ、ほとんどのプランは。で、これだと全く本当に絵に描いた餅になります。で、私大学の先生ですから、こんなの書くんだったら3日もあれば綺麗なものは書けるんですよ。ですけれどもですね、書いてもただの餅にしかならない、ね、絵に描いた餅にしかならないということがだんだん気づいて、非常にやることに虚しさを感じるようになって、花火はやっぱりそれはやっぱりやめよう、
きちんとですね、作ったからにはそれにのっとってやってもらえるようなそんなプランを作ろうというふうに心に決めて臨んだというのがこの田辺で のですね、始まりでした。でその時にですね、じゃあ誰がどうやってやるかというのを実は書くのは非常に難しいんですよ。というのはですね、前から言っている通り観光に関しては実は行政はプレイヤーになれないんですね。これから行政並みで観光プランを作る場合に注意していただきたい点というのは、普通の行政のプランと観光プランというのは違うんですよ。というのは普通のプランは作ったプランを全部行政がプレイヤーになって完結させられるんですね。だから福祉プランとか防災プランというのは書いたことは行政がちゃんとですね、実現してくれるんですよ。ところが観光プランに関しては行政がプレイヤーになれないんで、いくら計画に盛り込んでも行政でやるわけにいかないんですよ。例えばグリーンツーリズムやりますというふうに書いてあって、行政ですよ、グリーンツーリズムやりますって書いてあって農家に持ってって嫌ですって言われたらそこまでなんですね。要するにですね、行政はグリーンツーリズムのプレイヤーじゃありませんから、プレイヤーがノーって言われたらそこまでなわけですよ。でここは実は観光プランニング非常に難しいところで、要するに ですね、プランというのを作って終わりじゃなくて、このプランを作りながら実はプレイヤーを探していかないといけないんですよ。でプレイヤーさんにやってくれますよね、ちゃんとやりますよね、あなたらがやること書きますからねっていうことを言っていかないといけなかったということで、もうこれですですね、具体的な仕掛けと仕組みをちゃんと作りました。でですね、ワークショップを繰り返しやってですね、死ぬほどやりました。これですね、ですがこのプランでいうとですね、書いてあるんですけども、どうでしたかね、このプランの5ページ目に書いてあるんですけども、旧市町村全部でワークショップやって、語りのボランティア概念に関して別途ワークショップを設けました。でその結果ですね、全部4回ずつやってるんで20回ぐらいワークショップをやってるんですね。本当に死ぬかと思いました。これはですね、トリプルヘッダーをやってですね、タバコ吸う間もなかった、終わって外に出てタバコ吸おうとするとですね、先生次の会場に行かなくちゃいけませんからって言われてですね、田辺の市役所の職員に連れてかれるということをですね、繰り返してやりました。ただしその時に皆さんに繰り返し言ったのは、皆さんがやりたいことを決めてください、私はそれをただ文書にするだけですからというふうに言って、でこのプレイヤーの掘り起こしをやって、でそこでみんなで何をやるかという共同の場作り、ワークショップ自体は共同の場作りなんですけども、この共同の場作りを やることで住民が一緒に何かやらなくちゃいけないんだという雰囲気をまず作っていきました。でその中で住民同士のネットワークを作る、でこれがないんですよ普通の街っていうのは。でですね、みんなで共同しなくちゃならないということも分かってませんし、共同の場を自体がないので、まずワークショップで共同の場を作って、その中で皆さんの意識を共有していただいて一緒にプランを作りましょう。プラン自身が最初の共同の場作りになって、その中で住民相互でネットワークを作って何をやるかを決めていくという作りにしていきました。でさらにですね、その中で彼らがやりたいこと、またはやれることっていうのを出していただいて、これをプランに盛り込んでいく、すごい手間がかかったんですけれども、私は勝手に書きませんの ですね、皆さんで決めてくださいというのをすごく徹底して言いました。でですね、どうせこれ書いたってやれることもやればやれないこともありますし、このアクションプランですね、見ていただくと多田さんが一番よく分かってるんですよ、やれてることの方が少ないんですよ。ですけども、どっちにしたって私がただ描いたら全然実現しない絵に描いた餅になるの ですね、多少まずくてもです、ね、食える餅の方がいいということです。中には食えない餅も出てくるんですけれどもです、ね、絵に描くよりはそっちの方がいいということ ですね、大学の先生が描いた綺麗なプランよりはです、ね、皆さんに作っていただいた汚いプランの方がまだマシというふうには、もうそこは割り切ってやりました。でその中のいくつか実現しなくてもしゃあない、それはもう住民の意向なんで、住民がやりたくないって言ったらそれはそれでしゃあないということで、もうそういう方針で作りました。でただしその時にすごく大事にしたことっていうのは実はこれなんですね、共通善という考え方です。つまりですね、皆さんで一緒に何かをやっていただく時にはやはり共通の価値観であるとか共有すべき目標が絶対必要になります。ですからワークショップで繰り返し繰り返しやったことっていうのは、この地域の魅力って何ですか、またこの地域のですね、残したい魅力って何ですかっていうことを確認して、でこの地域の魅力はこうだよねっていうことを住民の皆さんに共有していただいて、じゃあ10年後にどうしたらいいですか、
ということで、あの夢ですね、夢を共有していただきました。でですね、こういうの北極星って最近の言い方で言うんですけども、進むべき方向っていうのを共有できないとその後の作業に進めないんで、ここにすごく時間をかけるということです。でさらにはその中でやはり多様な人たちを結びつけるのには媒体がいります。接着剤がいるんですよ。でこの接着剤は何なのかということなんですね。要するに人々を同じ方向に向けたならば、その人たちをくっつけて具体的な共同作業に持っていくための仕組み、これをどうやって作るかということをすごく考えました。で最終的にはですね、でこれをですね、皆さんに知っていただくために、まあ、分かりやすい花火が必要だよねということでですね、この打ち上げ花火もやっぱりですね大事です。これはっていうのは、田辺って観光に取り組んだことがなかったんで、観光のイメージが具体的につかめない中で、観光に取り組みますという姿勢を見せるためにはやっぱり分かりやすいメッセージが必要なんで、まずこの観光ボランティアガイド全国大会をやると。今やってないんですけども、昔はこれあったんですよ。でですね、順番待ちしている中にですね、無理やり田辺を押し込んでですね、実現しました。なんでできたかというと、この観光ボランティア大学の全国大会をやっているのが当時の日環協でして、日環協の会長が実は二階堂さんなんですよ。でですね、和歌山の田辺選出の議員なんでですね、そこにねじ込んでですね、